これサイズ的には私の顔に合わせますとサイズ的にはこんな感じなの。すごいでかいんだよ。すごいでかいんですけど、このね、この、あの根元の部分をあった枕にして、で、さらにこの下の向こうって、ここ、この、この私の顔の一つの曲線ありますでしょ、曲線。この曲線のとこを股に挟むんですよ。この、ペコって、あの、ポコってなってとか、こんな感じで寝るとすげえいいよ。あのね、で、こう、挟んで、この、こっちの下の曲線、下の私の方の出っ張りは、股に挟んで、ここの、この一番上のとこは、こう、あの、枕にして、そしたらすっげえ体にフィットするんですよ。すんごいよ。このフィット感半端ないからみんなこれね、絶対買った方がいい。こんな感じ。ぐっすり。これ。これがね、めちゃめちゃね、あの、体にぴったり合うから、あの、本当にみんなね、じゃあゴムのところはどう使うの？だからゴムじゃねえって！これ本当ね、買いだよ。めちゃめちゃね、こうアキロズ先輩これでね、あの、寝たりとかして、最高だよって。抱き枕派の人います？あの、何かを手でくるんってしないと寝れない派の人いると思う。私実はね、あの、抱き枕、ないと寝れないわけではないですけど、あった方が寝やすい派なんですよ。その私が、これをね、あの、完全にね、完璧だった。抱っこするためのだよ。よくない？みんな、あの、ほんと体のフィット感半端ないから、ぜひ。ぜひ。ぜひ。結構抱き枕みいない。抱き枕みはね、一回抱き枕みすると、あの、わかるよ。この違いが。わかる。すごくいいよ。ゴムの部分はしゃぶればいいのでは。本当に NG だよ、その言葉が！バカー！バンされちゃうよ！だから今回ね、あの、こちらのね、後ろの卑猥なゴムの部分、問題の部分は、ここはね、あの、ゴムではないので、布なので、安心して。